明治安田生命 J1 第8節横浜 FC 対サンフレッチェ広島の一戦をお伝えしてまいります。では横浜 FC の今日のスターティングイレブンです。ゴールキーパーは市川です。右から中村拓海、ドカボニフェイス、吉野、そして林光太郎が左と予想します。井上と三田がボランチに入って2列目、真ん中にカプリーニ、右近藤、左はリーグ戦初出場そして初スタメンの小川慶次郎、ワントップは小川幸喜というこの11人です。サンフレッチェ広島です。ゴールキーパーは大迫、そして3バックは鉄板の塩谷、荒木、佐々木翔、ボランチに野津田、そして川村、右に越道、左に東、2列目に森島と三田、そしてワントップはナッシム・ベンカリファです。ここでボールをキープしながら体強い、そして叩いてから小川幸喜は中に行く、中村拓海からカプリーニ、こぼれたボール井上を狙える、うお角度変わった、カプリーニ詰める、大阪反応した、さらには近藤戻してシュート、ー先制点横浜 FC、 流れの中から点を取り切りました。 VAR でゴール確認をしています。映像確認に行きます。このカプリーニにハンドがあったのかどうか、ここですね、はいはい、このコントロールのところですね、山本雄大出身はこのハンドを取りました、得点はなしということになりました。近藤通って井上俊はクロスだ、ヘディングシュート、いやー小川幸喜のヘディングわずかに右にそれました、触ったね、完璧な崩し方でしたけどね、はい、いや大迫、大迫触ってますね、すはい、森島落とした、野津田、そして森島アンク、高いボール逆サイド東、ベンカリファ落とした、いつだ、うわ今日はちょっとシュートのフィーリングが良くないかもですね、先ほどと同じような角度から左足2本目でした。野津田奪ってまだ残っています、ヒール森島、面白かったですけどね、佐々木逆サイドシュートだー、よく触った市川、ベンカリファ強烈なシュート最後打ち切りました。満田からベンカリファ狙うかな、狙った市川、森島のシュート弾きました、そして越道のクロス、頭の後ろから入ってきた、奥から詰めていきました、東先制点、サンフレッチェ広島、そして横浜 FC はこの後半の立ち上がり、まだ後半5分経つ前に失点、いや両ワイドで得点取りましたね、まあ、ここからは本当に落ち着いて、まあ、もしかしたらベンカリファ狙いだったかもしれないんですけど、でも遠いサイドからもう一回東が入ってきてるっていうのが素晴らしいんじゃないですかね、はい、ナイスボールです、そしてナイスボールです、のっ荒木か、荒木のヘディング、そして佐々木戻してシュートまでいけるか、繋いで河村戻しました、森島のボール、市川出た、いや今のボール、森島のボール良かったですけどね、はい、新井瑞希です、新井瑞希の仕掛けからここで折り返す、キーパー出られない、ヘディングシュート、エースのコントロール、小川幸喜、広島はドーグラス・ビエイラ準備しています、エゼキエウも準備している、このコーナーキックの後に交代か、いやーライブ抜けのいい仕掛けでしたね、でしたね、はい、まだ広島ボールです、ドーグラス・ビエイラ落とす、
エゼキエウ、ドーグラス・ビエイラが前、井上俊をずらして左に出して、ドーグラス・ビエイラ来た、3試合連続ゴールか、オウンゴールか、ドカボにフェイスが戻った、足に当たった、広島追加点。いや、作り方が見事でしたね。右へ展開して、そこからショートパスをつなげながら、そしてエゼキエウ、まあ、あそこは投げ出すしか当然ないんですよね。山下と伊藤翔、吉野と入れ替わったエゼキエウ、エゼキエウ、キーパー市川の位置を見ながら、ドーグラス・ビエイラー、3試合連続ゴール、広島の快進撃、今日も続く、3点目。まあ、見事ですね、やっぱりパスの質と入り方と、ドーグラス・ベイラとエゼキエルは、まあ、鹿島戦もそうなんですけど、はい、もうホットラインというか、もう完結させるだけの本当力ありますよ ね、 そうですね。サンフレッチェ広島、今シーズン後半だけで5得点を挙げている、そしてアディショナルタイムでも1点で6点を挙げているという、その後半の強さ今日も見せました。後半に入って3得点、これでサンフレッチェ広島リーグ戦5連勝。いや、素晴らしいと思います。今日も勝ち点3を積み上げました。